初期研修の時に専攻を腎臓内科に行こうというのは、まあ、大まかに考えてまして、で、やはり腎臓内科といっても、糸球体腎炎であったり、透析であったり、まあ、透析一つとっても、血液透析、腹膜透析、まあ、さらに移植などもあると思うのですけども、まあ、その全てを網羅して勉強できる環境というのが、慈恵医大にあると感じたので、ここに来させてもらいました。慈恵医大は、臨床の方も研究の方も、どちらも両立して やられており、またその臨床の幅に関してもかなり多様にやっているといったことが非常に魅力的かなと思いまして、僕は大学院にで勉強するためにこちらに来たんですが、その研究するにあたって、まあ、再度臨床に戻ることもできるといった点は魅力的かなと思いまして、慈恵医大を選択しました。自分も初期研修の時に、腎臓内科になりたいというふうに考えまして、で自分は、愛媛大学、四国の方から出てきたんですけれども、まあ、その腎臓内科をやりたいと思った時に、まあ、日本の、まあ、てっぺんを見たいというかトップを見たいという気持ち で、そのでこう東京に、いる友人であったりとかに聞いた時に、やはり慈恵医大という名前が多々出てきて、でやはり自分で実際調べてみても、腎炎であったり、先ほど申しました血液透析であったり、多岐にわたって著名な先生方がいらっしゃって、で実際見学してみても、まあ、素晴らしい雰囲気だなというふうに考えて、慈恵医大にさせていただきました。もともと慈恵医大の腎臓内科に興味があって、初期研修を本院の方でやらせていただいて、そこで何ヶ月間回させていただいて、やはりここに非常に魅力を感じて、そのまま後期研修で、慈恵医大の腎臓内科を選ばせていただきました。初期研修の時は、学生の時に、本院が1回と、あとは葛飾医療センターに1回見学のアポイントをメールで取らせていただいて、見学させていただいて、その初期研修のマッチングの試験を受けて、取っていただいたという感じです。ホームページなど見せてもらって、そこで、メールだったと思うんですけども、を通じて先生と連絡させてもらって、見学の日程を組んでいただき、そこで、決めたという。そう、最初から初期研修は全く別で、はいはい、別ですね、僕も同じパターンで、初期研修も全く別で、もう慈恵医大に全くこの知り合いがいないっていう状況だったんですけど、でも、はい、そういった状況、やはりなかなか、最初の勢いって大事だと思うんですけど、まあ僕も同じようにホームページを見て、まあ、今ネットもしっかり、ホームページもしっかりされていて、でそこから、フォームがあって、そこから応募して、医局説明会に。最初に僕は参加させていただいて、でその時にいろんな先生、まあ、今のご教授であったり、まあ、当時は教授ではなかったんですけど、まあ、正面に座ってお話しさせていただいたりとか、まあ、いろんな臨床の先生と話させていただいた機会も持てて、まあ、そういった説明会を狙っていくっていうのも一つの手かなというふうに思います。僕は先ほどの志望理由にもつながるんですけど、まあ臨床も研究もどちらもやっているというのが、もう選択の大きな軸にあったので、そうすると、まあ、大学になってしまうんですけど、まあ、慈恵医大と、あとは、まあ、順天堂という形であるかなというふうに思ったんですが、慈恵医大かなりこう幅を持ってやっていたので、まあ、どちらも一応見学はさせていただいたんですけれども、実際僕も、その、食事会みたいなところに行かせていただいて、雰囲気をつかんで、申し込んだ。人柄っていうところが非常に良くて、まあ、この初めて、まあ、本当に四国の田舎から出てきて、でその飲み会に参加させていただいた時に、まあ、全くこう分け隔てなくというか、何のこう距離感も、まあ距離、まあ、いい意味で距離感もなく接してくださって、で非常に話も弾んで、お酒も弾んで、ちょっとだいぶ酔っ払ってしまったんですけど、まあ、非常に楽しい時間を過ごせたので、まあ、人がその曲の雰囲気としても非常にいい曲かなというふうには自分で思ってます。非常に先生方よくしてくれて、本当に他大学出身でも特にこう区別することなく皆さん接してくださるので、それはまあうちの医局だけじゃなくて、大学全体の雰囲気としても初期研修の時からそうではありましたけれども、特にうちの医局でもそういうのはないかなと思いますが、どうですか？いや本当にもうおっしゃる通りで、
その、まあ、僕も同じように多大から来て、まあ、初期研修も別の病院だったので、でももう何の縁もゆかりもない、あの、大学に入局するということになって、最初は少し不安もあったんですけども、やっぱり、あの、スタッフの先生方、まあ、多大だから、時代出身だからっていう区別では全く物を見ていないなっていう印象で、あの、まあ、僕の方からしっかりこう、あの、やる気を出してやっていけば、それに応えてくれるという感じで、すごく学びがいのあるところだと思います。よそから研修に来て思ったんですけど、慈恵の先生ってすごい、慈恵愛が強いというか、めちゃくちゃ慈恵が大好きっていう気持ちがすごい溢れていて、最初それ、まあ、驚きも自分の大学の中でこうなかったことだったんで、ちょっと驚きだったんですけど、まあ、その、そういう環境の中でいう中で、自分も、慈恵好きっていう気持ちが出てきて、いいかなと思ったんですけどね。あのおっしゃる通り、受け入れ方が多いんですけども、まあ、変な、その、まあ、宗教じみたものではなくて、いいものには理由があるっていう、うん、まあ、それだけ、慈恵愛が育まれる土壌が慈恵大学にあるということかなとは思っていますけど、やっぱ大事ですよね、はい、その母校がどれだけ好きかっていうところも、はい、でまあよそから来てもなんか母校感があるというか、はい、ホームっていう感じだと思う。自分はもうここに来て何年ですかね、7年、僕は7年になるんですけど、非常にアットホームでいいっすよね、はい。もちろん基礎研究もしっかりされてるんですけど、やはり、まあ、臨床に根ざした大学病院っていう形で、本当に患者さん一人一人に接する病気を病気を見ようと、ところで、非常に、僕、まあ、個人の意見ですけど、僕は理想としているような医者像かなと、まあ、こういうお医者さんになりたいと寄り添っていけるような、お医者さんになりたいなというふうな、こうイメージするんですかねっていうのを非常にどの先生方からも、感じるので、やはりそれも慈恵の一つの魅力なんじゃないかなというふうには自分は思います。ただ臨床のみは、まあ、確かにすごく必要なもので、重要なことではあるんですけれども、それだけだと医学の進歩っておそらくないのかなというふうに思うので、その臨床、まあ、臨床をやりつつ研究もやるっていうことは、その研究の後押しにもなりますし、まあ、研究のその、まあ、こう考える材料にもなるのかなというふうに思うので、そういう意味では臨床も研究もどちらも2本立てを持っているっていうのはすごくいいのかなと思います。確かにこう臨床やりながらこう基礎もしっかりだし、その臨床研究もしっかりだし、それをやってる先生がすごい多いなっていうのはやっぱりいいこと、自分もそれでそういうところに憧れて、まあ、臨床研究をこう一緒にやらせていただいたりとか、まあ、ちょっと組み立てをこう学んでみたりであるとかっていうところも非常に勉強になってるなというふうには思うんですね。そういった、ね、どう臨床研究もご興味はございますか。今後臨床もやりながら、若手は研究もどういう、まあ、上の先生方を見てこう、まあ、研究と臨床、まあ、教育と両立っていうのをこう皆さんやってらっしゃるので、まあ、勉強になるところではあります。若手にもチャンスがあるね、すごい、非常に本当にレジデントとかの頃からも上の先生がこう研究、お前もやってみるかみたいな感じでこう下をなんかよく見てくれて、そいつにこう合った研究っていうのを進めてくれてる、まあ、どの、レジェンド若手にも対してもこうちゃんと本当にいい道筋を立ててくれてるような気が、まあ、僕はまだ若手なので、その研究に何か主体的に参加してるわけではないんですけど、医局会であったりとか先生方がされてる研究内容などを話してもらったりとかありますし、将来この研究、この分野のこの研究をしたいっていう、決めていることは今の段階でまだ決めきれてはいないんですけども、どこ選択してもしっかりこう研究できる土壌があるっていうのがすごく魅力的かなと思います。今僕はちょうど、大学院に
行っていて、研究の主体としているところが、腎臓の、子宮体腎炎、子宮体の、まあ、子宮体疾患の病気で、まあ、それが基本が、病理、組織を除くっていう研究にはなるかと思うんですけど、まあ、その、一環として、国内留学で日本医科大学の方に行かせていただいて、で、まあ、それで、今もう4年目で、最後になるんですが、まあ、その後は、一時私臨床の方に戻るんですけれども、まあ、自分の希望としてはさらに、研究の方も続けていきたいなという希望がございまして、なのでちょっと、海外の方にも留学の方を、希望の方は出させていただいて、まあ、それも、受け入れていただいているので、まあ、それでさ、自分の、同じ研究班の先輩方も、ただ、まあ、海外の方にも留学も行かれてますし、国内留学もしっかりですし、希望すれば、まあ、道は開けていくと、ちょっと留学はねみたいな感じにならないのかなというふうな印象で、まあ、他大学中心であっても全然そこはもう関係なしでやってくれてるかなという感じです。でも大学院とかは、そうですね、僕は、まあ、かなり迷った挙句臨床に直結するということが僕にとっては大事なので、うん、そういう意味ではその教授のやられている再生というのは、こう、まあ、それがかなりこう実用化されれば革命的なことですし、これはかなりこうやりがいのある仕事かなというふうに思いまして、忘れずに再生を選んだ。相手の受け入れっていうこともございますので、まあ、自分の希望だけがいきなりすぐに通るっていうことはないんですけれども、希望すれば、まあ、そこを向こうから否定されてっていうことはなく、やはり前向きに考えてくださって、でもそこでやはり自分の住みたい道と、まあ、先生方のご経験もありますので、やはりそこをまあ、いい道しるべになってくれるというか、そこもあるけど、まあ、こういう道もある、まあ、そこはいいねっていうふうに進めてくださったりとか、ことがあって、まあ、基本的にはお互い意見を言い合えるような環境かなというふうに自分は感じています。まずはオールラウンダーな臨床になることが目標です。それを、学びながら、まあ、それから派生して特化していく分野っていうのを探していければいいかな。まあ、僕来年から腎再生を勉強させていただくということで、まあ、まだ全然確立していないその第4の腎体大療法っていう形になると思うので、それが実際に運用されると今の腎臓内科の世界も変わるかなっていうふうに思ってるので、まあ、それのこう自分が一助になれればなという気持ちはすごく強くあるので、まあ、それを楽しくやっていきたいかなと思ってます。はい、自分は腎臓の病理が大好きなので、腎炎、その子宮体疾患において、まあ、こいつに聞いておけば間違いないだろうというような存在に慣れるように日々精進して、あとは、まあ、臨床研究の方も自分だけでなく、その下を育てて次の世代というところを育てていけるような人間になれればと思います。まあ、僕も修行中の身でまだ4年目なので、まあ、上の先生たちのような臨床研究もしっかりやれるような、医者になれればなと思って。慈恵医大はやっぱり他大学出身の先生もたくさんいますし、それを受け入れてしっかり教育してくださるという環境を整っているので、志を持って入局して学びたいという意欲をしっかり出していければ無限に成長できる場所だと思っているので、ぜひ来ていただければ一緒に仕事ができてできると嬉しいなと思います。まあ、自分の話ですけども、自分はもう慈恵医大に来て全く後悔はなくて、むしろ良かった、このチョイスです、非常に良かった、まあ、それは本当に周りの、先ほど話した周りの皆さんの支えもあって、本当に手厚いサポートをしてくださって、非常にいい環境ということは本当に間違いないので、あとはそこで自分が何をやりたいかというところをうまく見出せていければ非常に道は開けてくると思うので、ぜひ慈恵の腎臓内科の医局にいらしてください。6年目終わってから僕入ってきてるんですけれども、普通5年目で入ってきていて、でただそういうこうちょっとイレギュラーな流れでもこう心よく受け入れてくれるっていうような形で、でまあ特にこう実際仕事する上でも支障もなく非常に協力的に皆さんサポートしていただくっていうことで、非常に門戸は広いので、そういう意味ではぜひ来ていただきたい。一番の魅力はこの雰囲気かなと思っているので
ので、ぜひ一度見学なり説明会なり来ていただいて雰囲気を味わっていただければなと